はい、こんにちは、ハッチンのです。今日はパイネットワークについてお話しします。はい、でパイネットワークですけれども、先週ね、私も初めて登録して今日で6日目になります。はい、で3日、登録してから3日経つとね、このねセキュリティマークっていうのが出てきて、で親しい信頼できる友達を5人追加すると、このね1人追加すると 20% で、5人追加すると 100% になるということで、今回はね、そのセキュリティの設定をやっていきたいと思います。はい、じゃあですね、ここのセキュリティマークですね、このセキュリティマークを押してみますと、はい、そうするとね、今こんな感じで、まだね、お友達1人しか登録してないんですけれども、下の方にね、あと、Existing Pi User ということで、今ね、先ほどの画面で15人登録されていたと思うんですけど、その中からね、信頼できる人を追加していこうということでね、こちらをタップします。はい。そうすると、今ね、並んでいる15人が出てくるんですけれども、やっぱりね、よく、連絡を取り合う人とか、ね、でこの中からね、あと4人ですか、あと4人追加しようと思いますけれども、やっぱりね、できれば、ある程度こう交流のある人とか、一番いいのはね、家族とか友達とかそういう方がいいみたいなんですけれども、はい、なかなかね、5人っていうとね厳しいと思いますので、あとはよくこうね交流のある人とか、はいね、で結構そうですね、ちょっとね今隠してるんで見えないんですけど、名前の下に、アンベリファイドフォーンナンバーということで、電話番号認証してない人とかが結構いますので、そういった人たちは外していただいた方がいいのかなと。逆にね、ちゃんと電話番号認証まで終わってる人を、追加する方が、いいと思います。はい、ちょっとねこの辺の詳しい話、また私もまだね先週から始めたばかりで詳しい話わからないんですけれども、一応ね信頼を、なんていうんですかね、ビットコインはね本当に電力を消費してマイニングしますけれども、パイネットワークの場合はその信頼をそのマイニングのなんていうんですかね要素にしているということなので、結構やっぱりねその辺の信頼というところを意識して登録していくのが、はい、いいと思います。はい、ということでね、じゃあですね、はい、結構でも今のところ4人くらい、5人ですか、5人、私の中ではね、電話番号認証してない方がいらっしゃいますね。はい、電話番号認証した方がいいと思うんですけどね。はい、とりあえず、はい、ということでね、5人今選びました。はい、でこちらのね矢印ボタンで戻りますけれども、はい、そうするとね、今5人並んでますと。で、5人並んだので、今、ストロングになってね、先ほどは 0.04%、0.04% だったのが、0.2% ということでね、緑色になりましたね。はい、これでかなり、ね、強固に、マイニングしてくれるんだと思います。はい。そうすると、はい、100% に変わりましたね。はい。でここの数字はね変わらないので、多分ですね、24時間で切れた後ね再開すると、この数字が上がるんじゃないかと、はい、予想しています。はいね、ここがね何人紹介したかという数字なんですけども、右側が、分母ですね、何人紹介しましたと。で左側がアクティブユーザーですね、マイニングしているユーザーってことになりますので、今のところねまだ皆さん始めたばかりなので、はい、大丈夫だと思いますね。時間が経つとここがね減っていくんじゃないかなと思いますけれども、はい、ちょっと見てみますと、そうですね、みんなこうパイマークがついてるんですけど、このパイマークがついてる人はねマイニング中ということなので、はいね、はい、だいぶ増えましたね。はい、ということで、またね、何か新しい情報ありましたら動画で、はい、お伝えしていこうと思いましたので、今日はね
友達がかなり増えてきたということで、このねセキュリティマークね、ここはあのマックス5人登録できますので、でマックス5人登録するとね、1時間あたりのパイの増やす量が増えますので、ぜひですね、まあ、5人頑張って紹介して、はい、でその人たちをね、ここに追加するとランニングのスピードが上がるということなので、ぜひね頑張って紹介してみてください。はい、ということでね、まだまだわからないことだらけで本当ね申し訳ないんですけれども、頑張ってね勉強するたびにこうやってね動画を撮って紹介していきたいと思います。はい、で、このね電源ボタンをねちょっと押してみると、今こんな感じですね。ステータスが、パイオニアということで、パイオニアだと、まあ、1時間あたり 0.2 パイですよと。で、コントリビューターということで 0.04 になってますね。で、ここがね、人数かける 0.04 なので、人数増やせば増やすほど1時間あたりのマイニング量っていうのが増えていきますと。はい。で、ここにエディットセキュリティサークルってありますので、こちらをね、タップしてみましょうか。はい。そうするとね、先ほど設定した、セキュリティサークルのメンバーがね、追加されていますと、ね、いうことで、でちょっとね、一回戻りますけれども、今ね、追加したからね、0.2 になってたじゃないかと。なんでこちらは 0.04 なんだということなんですけれども、なんかね、その24時間で1回切れた後、再スタートの時に反映されるという仕様のようです。はい。私もね、一人追加した時にすぐに反映されなかったので、なんでだろうと思っていたんですけれども、どうやらね、そういう感じだと、はい、いうことですね。なので、24時間、ね、私の場合は今日の夕方なんですけれども、夕方電源切れて、ね、再スタートした時にこの数字が多分変わってると思いますので、その時にね、また、動画撮りたいと思います。はい。で、こちらはですね、アンバサダーということで、まあ、紹介した人かけるこれですかね、1人紹介するごとに、まあ、25%、はい、増えますよと。なので15人かける 25% のこれですね 0.2π、 この 0.2π プラス 0.04 これですね。はい、なのでここがね増えるとかなりね、増えるのかなと。あ、そうでもないか。でも 0.2 だから 0.4 になって、そうですね、25% の人数ということなので、はい。で、アクティブ層か、アクティブメンバーなので、ね、ただ増やせばいいというわけじゃなくて、やっぱりね、貢献してくれる人、ね、信頼のネットワークによってマイニング、ね、承認行為が行われるということなので、やっぱりね、信頼できて、毎日ね、こうやって、アクティブに動かしてくれる人を、紹介する方が、はい、いいと思います。むやみやたらにね紹介しても意味ないと思いますので、やっぱりね毎日しっかりねマイニングしてくれる人を紹介して、その人たちをセキュリティサークルに登録する方が、無駄がないということになりますのでね、この辺はねやっぱり気をつけて紹介するのがいいかなと思います。はい、ちょこんな感じですかね。はい、なので今現在は 1.12 まで、はい、上がりましたということでね。あと、そのノードという機能も、あるようなので、まだね、こちらはその公開されてないんですけれども、はい、この辺の機能もね、また、何に、ね、使うの、どうやって、ノードになれるのとか、そういった情報もちょっと、ね、勉強しながら、分かり次第動画でお伝えしていきたいと思います。はい。はい、ということでね、あと KYC のね、情報についてもどうやって KYC やるのというお話もね、たくさん調べることありすぎて、もう本当に追いつかない状況なんですけれども、一つずつね、分かったことから動画にしてまとめていきたいと思いますので、はい、次の動画をまたお待ちいただけたらと思います。はい、それでは、See you next time!